一瞬静まり返る場内。さあ、準備が整いました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。2番マテンロースカイが上がってまいりました。ヤマニンサルバムがその後ろ、湘南マグマがかわしていきました。トーラスケミニ、それから離されまして5番レインフロムヘブン、その内からは4番川北レブリー、外を通ってガロアクリーク、それから12番エアファンディザ、そのうち3番インダストリア、そしてその後ろから17番ルージュエバイユ、それからもう一頭7番ピースワンパラディ、外を通りましてヤマニンサンパ、15番ヤスティンカフェ、ラストドラフト、ほとんど馬体が合っています。1番エアロロノア、その外からはレプセランス、一番後ろに8番フィアスプライド、前でありますが前マテンロースカイが先頭です。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、キャスティンカフェ直線の伸び足はどうか。さあ先頭はマテンロースカイが一馬身リード、キャスティンカフェまだ来ないのか、まだ来れないのか。2番マテンロースカイがまだ粘っている。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。トーラスジャミニが3番手、依然先頭マテンロースカイ、ちょっと差がある。マテンロースカイが抜け出した。インダストリアが2番手、かわせるか。インダストリアちょっと差がある。インダストリアが襲いかかる。かわしたかわした。インダストリア一馬身リード、インダストリア先頭1着、インダストリア2着、ジャスティンカフェ3着、マテンロースカイ。いい感じですね。1着3番、2着15番、3着2番、以上のように確定しました。